ぎるこの花の名前も聞かずに夜を過ごした。あなたはドアを開け日常のしじまの中へと歩いて行くよ。恋人と呼んでいい人なのかわからない。優しい仕草に揺れる眼差し、俺を惑わせるだけ。愛の終わりはあなたから。綺麗な別れは散るように消えてほしい。重ねたあなたの柔らかい声に読まれた気がして、ふと目覚めるよ。幸せ求めて振り返らずにいてくれ。優しく背中を押せる男に俺はなりたいけれど、愛の花を摘むように捨ててほしい。そっと花が散るように消えてほしい。誇る全国レコーディング歌謡祭、通称レコ祭、作詞家作曲家の登竜門です。ささくれて騎馬立つ天のひらに乗せりゃ小さな作家になりたい、作品を全国発売したいという方は
作品を六王に応募してください。一次審査を通過した作品にはオリジナルの楽曲がつきます。そして専属のボーカリストによってレコーディングが行われ、作品が完成。レコ祭の作品部門六王にエントリーされます。最終審査の結果、全国デビュー採用審査で合格した作品は全国発売、カラオケ配信等がスタート。夢の作家デビューを果たします。六王に作品を応募したい方はこちらをクリック。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。